日本群馬県沼田市上野町上野町は、群馬県沼田市の地名、中心市街地に位置する。郵便番号は378-0047。2015年現在の面積は0.030988平方キロメートル。2020年9月30日時点で41世帯79人が暮らす。沼田市街を東西に走る目抜き通りの本町通り沿いに位置し、 西側の中町、下の町と共に商店街を形成する。東和銀行や丸三商券の支店がある。町域は本町通りの両側に沿い、西は中町、北は東倉内町、南は曝露町に接し、東側は材木町に食い込むように隣接する。本町通りの北側には沼田祭りで使われる大きな天狗の面を展示し、 農産物直売所を併設する町中天狗プラザがある。その向かいには、家人で沼田市の名誉市民である、うぶ方達江の著書をはじめとする鹿を集めた、うぶ方記念文庫が1986年10月に開館した。その隣接地には、1908年頃に建てられたと推定される沼田貯蓄銀行が2016年に材木町から移築された。 2020年には、沼田公園から旧時家住宅洋館と旧日本キリスト教団沼田教会記念街道が移築され、明治から大正にかけての歴史建築が集まる街並みが整えられている。さらに、時家住宅に隣接する東和銀行沼田支店も、景観に合わせた建物に建て替えられる予定である。私立小中学校に通う場合、全域が、 沼田市立沼田小学校及び沼田市立沼田南中学校の学区となる。本町通りに上野町の停留所があり、関越交通により、JR 上越線沼田駅、上越新幹線高下高原駅方面、追上温泉、小瀬戸倉方面、下唱山方面などへの路線バスが運行されている。本町通りの北に並行する伊勢町通りの 東倉内町からも沼田駅や、猿ヶ京温泉方面への路線バスが利用できる。江戸時代に、西側に連なる中町、上野町と共に、沼田城南側の城下の本町として成立した。沼田町市によると、1560年にこの地の領主の沼田万期、再建隊により、本町が割り当てられ、1612年に、真田信行が在木町。 カジチと共に本町の町割りを行ったと記されている。この本町が下の町、中町、上野町に区分けされた時期は明らかではないが、1682年の矢島家文書の沼田町図では三賀町に区分けされた様子が記されている。町内には17世紀に建てられたと推測される角富と呼ばれたうぶ家の薬屋があった。1864年、 1884年、1886年の3度に、渡り、大化に見舞われたが、角藤は、その3回とも被災を免れた。産ぶかのやいもは1886年に、私塾、イギリス学校を開設し、英語教育を行った。角藤の建物は1970年に、東日本最古の消化作りとして、旧制化高住宅の名称で、 国の重要文化財に登録され、1972年には市内西倉内町の沼田公園に移築された。町内にあった天徳寺には、1889年の町村制、実施以前に古町役場が置かれ、天徳寺役場と呼ばれたが、すでに廃寺となっている。町村制が施行されたことにより沼田町の町名となる。角富士があった周辺は、 須藤横町と呼ばれ、本町通りから南の曝露町に入る角には大竹や旅館があったことから大竹や横町、その反対に北に入る工事は伊勢町、市内南側の工事は眉城通りと通称されていた。1954年には沼田町が周辺町村と合併し姿勢を施行したことから沼田市の通称町名となる。ありがとうございます。